最近後輩とばっか絡んでる。いや、これはね、多分ね、みんなとの価値観の違いだよ。後輩が俺と遊んでることを言ってるだけで、俺いっぱいいろんな人と遊んでんだけど、他の奴らは言わねえんだよ、俺と遊んでること。その、若い子たちってなんかそういうコミュニティに所属してるよっていうのを、やっぱ世の中に発信したいじゃん。俺そういうの発信しないタイプの人間だから、先輩とかと遊んでても言わないのね、俺。あんまり。それが良し悪しじゃないよ。だから後輩とばっか遊んでるみたいな風に思われるかもしれないけど、みどりさんと黒人さんともご飯いっぱい行ってんのね。でもお互い言わないじゃん。で、なんなら陣内さんとかとご飯行ったよとか言っても面白くないじゃん。俺が言うの苦手なんだよね。だから、出てる情報が後輩とばっか遊んでるみたいな。だから違和感があるんだよな。だから違和感がすごいあるんだよね。いや、モコも絶対言わんわ。で、鬼は言えない。悪いことしてるから、あいつ。パンサラッサ勝った。で、別に、俺と遊んでることを言うのは、本当にどうでも、俺いいから、言われてもいいから、言っていいよって言ってんだけど、で、俺が情報を出すときって、面白いエピソードあったときに言いたいのね。例えば、最近あったのが、ゆゆったとボーリング行ったんだけど、あいつ15ポンドの球で26キロ投げてたのね。いやいやいや、誰も言ってないけど、この人おかしいことしてるよ。そういうなんか、一個、あ、これちょっと笑ったなっていうところは、俺配信で言うのね。でもさ、普通に面白かった話とかって別につまんねえじゃん、聞いても。あいつ15ポンドを26キロで投げてたのね。おかしいのね、それって。俺はちなみに11ポンドを23キロで投げてたの。うわーとか言いながら、あいつ15ポンドを26キロで投げてたの。おかしいの。どういうことかわかる？化け物なのね。って言いながら。はい、ゆうたとの交流は定期的だし。あいつなんかおもろいことするからさ、草野球して審判に切れるとかさ、草野球にやってて審判に切れる、一階の表にセンター守ってて、すごーいってめちゃめちゃ大きい声出してんのね。だらーっとやる身内の草野球なのに、最後だーってめちゃくちゃ声出してる。俺、あいつサバンだと思うのね。